風に一撃ストナ。花には白、咳には黄色、熱には赤。症状別トリプルカプセルストナシリーズ。よく聞きます。佐藤こんにちは、ようこそお越しくださいました。どうぞ前さん、こちらの方にお願いします。どうです、こうスケートリンクの上だと落ち着くものなんですか、お二人は。寒いですそう、皆さん の, あのお尻が心配です。絶対冷たいだろうなと思って、ね、こう実際にスケート場でこう CM を撮影されたということで、撮影はいかがでした。ストナさんのコマーシャルをスケートリンクで撮ったのは初めてだったので、すごく新鮮な感じだったんですけども、今年は特に引退してから初めてのこうスケートでの撮影だったので、そういった意味でもすごく新鮮な気持ちでさえ滑ってました。そうですね、私もなかなかこうして、ね、一緒にお仕事する機会もこれまでなかったんですけど、撮影時間も、ね、長くてもすごく楽しくって、いつも本当にいろんなエピソードがあるんですけど、今回もこの後ストノさんを通じてスケート教室を、ね、一緒にやらせていただけるので、そういったのも含めてすごく感謝してます。そうなんですね、今回はこう小さなこう小学生ぐらいのお子さんたちがたくさん来てくれるということで、そういったこう未来のこう夢を持った子どもたちにこうスケートを教えることって、まさにとってもなんかこう嬉しいことなんじゃないかなと思いますが。そうですね、私たちも5歳と7歳の時にフィギュアスケートを始めて、近くには伊藤みどりさんがいたりですとか、尊敬するスケーターがいて、私たちも、ね、夢を与えてもらったり、先輩のおかげで夢を見ることができたので、今度は私たちがね、子どもたちに何か、ねね、やってあげられることがいいなっていうのは話しているので。現役の時はそこまでスケート教室とかそういう機会も少なかったので、またこれからそういう子どもたちにスケートを少しでも教えて、スケートって楽しいんだよっていうのが分かってもらえたら嬉しいなと思いますし、私も、伊藤みどりさんだったり大先輩を見てたくさん夢をもらってきたので、私たちがこう何か、ね、スケートに関わることでお手伝いできることがあれば何でもして、で少しでもこう夢を持ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。真央さんの風対策、はい、どんなことなさってます。私はですね、まず手洗いうがい、そして3食しっかり食べる、そしてしっかり、運動する、そしてしっかりお風呂に入る、そしてしっかり睡眠をとる。いっぱいですね、はい、いっぱいあるけど、なんかこう小学校の時に聞いたかなっていう本当、ね、もうなんか、ええ、基本中の基本ですけど、それが、まあ、現役時代もそうですけど、ちゃんとそれを心がけてやってました。準備について意気込みとかを教えてください。はい、12月10日にホノルルマラソンなので、それまでまた走り込んでしっかり準備をしていきたいと思います。何か目標タイムみたいなのがあったんですか。目標タイムは4時間半以内にゴールしたいです。私が以前名古屋の方のフルマラソンに挑戦して、途中で妹が応援に駆けつけてくれたんですけど、その時のタイムが私5時間だったんですよ。なので4時間半切れとなったら、私のタイムをより早くにゴールするねつもりなのかなと思って。ライバル意識。最初は自分自身も完走を目指そうと思ったんですけど、練習したらだんだん本気になっていってしまって、でももちろんそれは前よりも好タイムでゴールしたいと思います。私ももう一回やり直したいですね。お二人でもし同時にじゃあお休みが取れたりしたら温泉とか。いいですね。温泉とグルメだね。グルメだね、はい、でも私たちいつも結構旅行行くときはいつも妹が全部プランを立ててしおりみたいな、ね、感じで作ってくれるので、いつも妹にお任せっきりなんですけど、はい、立ててくれないんでこっちが立てないとどうしようもない。そうなんです、はい、しぶしぶやってます。ありがとうございます、はい。